ここが君の部屋。なんていうか、というより君、一体どういう子なの？鴨志田先生に逆らったり、真面目で正義感は強いみたいだけど、その割にこんなとこに電話して、私のこと指名して。なるほど、そっか、君前歴の件であれだしね。じゃあ分かった、こうしよう。少しならサボりを見逃してあげる。学校に居場所がないの辛いでしょ。でも成績が下がったら考え直すから。その代わり、私のこのお仕事のこと誰にも言わないように。これ取引だからね。じゃあ取引成立ね。学校に通いながらあれだけの犯罪を成し得ただなんてね。君だけで立ち回れたとは思えない。学校関係者に協力者がいたとしか。どうなの？汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我節制のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、教え子相手になんてことしてんだろう、私。じゃあ時間だから帰るね。そうだ、火事で困ってたら呼んでよ。指名忘れたらダメだからね。そりゃまあお互い秘密知ってるし気が楽だし。それにそのこういう店では私豊島だもん、なかなか指名もらえないんだよね。一応お礼するしさ、もっとサボれるように工夫するとか。まあ考えてみてよ。ご利用ありがとうございました。リーナ、なぜただ働きさせたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと思う？時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。望むのは貴様
様の破滅だけだ。実は俺、だよな、オンに切るぜ。おう、帰ったか。I'm a chef's chef too.